こんにちは。こんにちは。中国の京です。はい。日本の佐野です。はい。なるほど、なるほど、チャイナ。今日のテーマは、中国のデジタル生活について、話したいと思います。よっ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デジタル観光ツアーでご存知ですか？中国の。はい。いえ、存じ上げません。最近流行り始めたんで、僕も調べたんですけれども、中国でいうアリババというグループがありますよね。はい。で、アリババが開発したそのアプリが、アリペイというアプリが、はい、あります。有名なやつですね。そうですね。はいはい、皆さん、観光地行くのは、今コロナ時期中に、はい、とても心配で、接触もしあったら感染されちゃうんじゃないですかねと、観光地までは接触ゼロで行く方法を考え始めて、で最後はデジタル化で、じゃあアリペイでまさかその、ことができるようになりました。あ、なるほど。そのコロナ時代に合わせて、はい、そのアリペイがこう、接触しないで済むような、まあ、システムみたいなのを作ったってことですかね。そうですね。あ、なるほど。はい。でじゃあ、実際ちょっと画面を触って、はい、ありがとうございます。したいと思います。ソーシャルディスタンスを取りながら、はい、はい、この中入ると、うん、で今こういうクーポンが配布されているんですけれども、う次の画面こうなります、うん、こちらの観光スポットがいっぱいあるんですけれども、うん、まずは、まあ、じゃあチケット購入をして、はい、入園して、観光地のたどり着くまでは、うん、チケット購入するのが全部これで済むの。ああ、すごい。はい。アリペイは本人登録してるんですけど、はいはい、健康コード、はいはいはい、いろいろ全部一に登録してるんですけども、うん、なんかあった時にこちらの本人ですよというのは、後から追跡とかもできる。あ、それがもうデータで一括管理されてるって感じなんですね。は、航空券とか電車とか、電車、はいはいはい、とか、新幹線とか、うん、北京から上海まで。あれ、アリペイの中で全部できるんだ。そうすると、レンタカーもそうなんですけど、タクシーとか全部です。実は、夜泊まるじゃないですか。はいはい、ホテルで。ホテルもこちらでできます。こちらでオンラインチェックインして、うん、まあ、デジタル化にされてるんですけど、はいはいはい、オンラインで、このまま何時、3時だったら、うんうん、302号室に行ければ、はい、チェックインし、すごいね、はい。そうすると、接触がゼロになるんで、うん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 、感染、拡大でいくも、それがないと、うん。そうね、抑えられるってことだね、はい。抑えられると思います。全般のことがデジタル旅行ツアーだと。はい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 。もうそれひっくるめてね。はい。このコロナ時代にふさわしい、はい、システムをあれまあアリババ作ったと。実は今までデジタル化に結構今中国の国民には進出していると思いますが。はいはい。例えば佐野さんは普段光熱費とかはどういうふうに払っていますか。はい、この通知の書類が来るので、はい、それをコンビニに持っていって、はい、クレジットカードとかで、ね、払えるところ全然あるから、実はアリペイの中にも、光熱費の支払いはできる、数年前から、はい、できるようになりました。他の機能もいろいろあるんで、はい、あ、教えてもらって。デジタル生活は一言で言うと、例えば日本は例えばソフトバンクとかドコモとかいろんなサイトで操作はできるんですけど、はいはい、アリペイで、うん、毎月の携帯料金の支払いとか、はいはいはい、そういうのもできるよ、機能の設定とか、はいはい、もできるし、あとはさらに、日本でも楽天とかもやってるんですけど、はいはい、例えば株とかそういう投資とかは、はいはい、そっちもやってできますよと、はい、そうね、まあ、はい、では、はい、これで今日のなるほどチャイナの中国のデジタル生活でした。いかがでした。はい、大変勉強になりましたし、まあね、日本と中国といろんな違いがあるのがちょっと面白いなというふうに、はい、思いました。そうですね。じゃあ今後もまたシェアしたいと思うので、ぜひ登録してください。はい。はい。